おはようございます、コマです。少しずつ寒くなりましたね。だけどいつもの、冬よりは気温が高めかなって感覚ですね。これだけ、動きやすい環境ですと本当に出かけた感じです。今回ですね、久々に登場のこちらカンポデザイン、イタリアのデザインですね。非常に独特なフォルムなんですけども、本当にこれ描きやすいんですよね。こちらとですね、結構前に、紹介したキャンドゥさんで購入したブルーの付箋ですね。これがまた、こっちよくですね、このセットでちょっと楽しみたいと思います。ではスタート。商品はこちらですね。どうですか、この独特なフォルム。さすがイタリアのデザインかなと思います。こちらはですね、毎回紹介するたびに、このペンの手元に来た理由ですね。本当に、長い長いお付き合いさせていただいてます。ある会長さんからのイタリアのプレゼントです。この時は本当に嬉しかったですね。やはりペンというのは私は本当に大好きなので、こういうプレゼントは興奮します。こちら、このレザーがですねキャップになっています。そしてこちらに通常のペンがあります。なのでキャップに挿してこちらにクリップがついてますので、通常の、ポケットに忍ばせるって感覚ですね。そしてこの形状ですよね。ここからラインが通って、そしてこちらのラインに収まる非常に美しいラインですね。そしてこのなんていうんでしょうね、ワニ革の素材感がまた心地です。これは本当に長く愛用していますが、やはりその当時のままの質感ですね。そしてこちらもですね、ここはクロームなんですけども、スモークグレーっていうんでしょうかね、なんと遺品がありますよね。またこちらがワニガーの、こちらとこちらはツヤがないんですけども、こちらはツヤありですね。おしゃれです。そして小さい小さいサイズですね、このように。そしてこれは回転式で芯を送り出します。このヌメッと感がまた気持ちがいいですね。そして通常はこのスタイルで、文字を書きますね。いいですね。で、途中で気づいたのは、このキャップをここにすることによって、またこういうスタイルでこう楽しむこともなかなかいいですね。そしてこちらのキャンドゥさんの付箋ですね。本当に綺麗なブルー でコーナーがこのように R になっているので、何か、何でしょうね、このフォルムがまたいいですよね。結構これは使っています。
買って、2回目も購入しましたね。うん、そしてこの分厚さがまたいいですよね。いつもはですね、前の紹介ですね、バイブル最低帳にこう忍ばせてます。もちろんここ枚数を少なくして、そばに手帳があってこれを書き込みますね。ちょっとバイブル最低帳を持ってみましょうか。いつものバイブル最低帳の ポケットにですね、忍ばせます。ちょうど、昨日でなくなったので、補充したいと思います。大体このぐらいですね。そしてこういう感覚で、セットしますね。そして、ここのページだけでもまあこう時に書くこともありますが、大体はこうちょうどここにですね、ピタッとサイズ感がはまるんですね。ここに消しゴムを入れていますので、これ以上こちらに来ないようなサイズ感ですね。非常にこのカチッと感も心地いいかなと。そしてここで、日付を電話をしている時も、横に置いて、まあ、こう書いたり、して各項目ですね、これをまあこう書いたり、ちょっとインクが手がもうそろそろないですね。このインク面白いんですよ。ここ非常に精度が高い。ゆっくりと外すと、こういうまあなんでしょう、リフィルが入ってます。これをですね、またちょっと伊藤屋さんで相談したいなとは思いますね。非常にここのあれですね、短すぎるのが難点かなって思いますね。非常にこのサイズ感の収まりがいいのと、まあお客様から見て非常にこのペンのサイズ感と、非常にスマートかなと思うんですね。そして、お客様の話を聞いて何かこうメモる、まあもちろん、こちらの、用紙に、メモるというのもあるんですが、ちょっとしたこと、まあ、この資料をメールで送るとか、LINE で送るとか、あるいは、これをちょっと調べたいとかあると、ここに書き出しておくとですね、これはまあ、リスト化になるかと思いますね。なので、このスタイルが非常に心地よく感じますね。ちょっとお客様の話を聞きながらペンを収納して、そして先ほどのキャップをセットする。非常に少
一緒さかなと思いますよね。そしておれば、この付箋をですね、たもとのところに忍ばせて、そしてまだここでもお客様の足をじっくりと伺うという姿勢ですね。こういうスタイルはどうでしょうか。はい、いかがでしょうか。このボールペン本当にお気に入りの一本ですね。ちょっと中の芯のインクがなくなりかけてますので、また伊藤さんでちょっと相談して、ここに合うリフィルをちょっと購入したいなと思います。そしてこの付箋、本当におすすめなので、このコーナーが円弧になっているので、丸になっているので非常に心地いいです。一番はですね、こうあまりめくれにくいというところですね。通常これが角の真四角だと結構ここがめくれてですね、何か汚いものになります。この円弧というのは非常に清潔感があります。ぜひこういう小さいペットの組み合わせもいいかもしれません。もしこの動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録もします。ではまた次の動画。